失礼します。はい。雨の中すみませんね。どうぞ。いいじゃん、それ入ったら。いいよ。おお。ちゃんと出ましたか？はい。もっと時間かけて撮影大事ですからね。すげえ。ありがとうございます。いや、お席なんですけれども、真ん中のお席でお願いしていいですか？はい。真ん中がいいですね。ありがとうございます。真ん中のお席だーと。すいませんでもずっと騒がしくて、いい飲み物担当してます。その返事続けてもよろしいですか？お願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。一緒にやってくださるんですね。もちろん。ありがとうございます。それじゃあこのまま失礼しました。仕上げが早速だけという仕上げ撮影します。お願いします。ありがとうございます。準備をしていただいて嬉しいです。準備ありがとうございます。こちらに合わせてこんな感じで、コーヒー牛乳はジャージー牛乳とエスプレッソを注ぎます。よし、こちらレストランの位置おそろい。 OK、 セッティングしてみたので一度映りました。本当に注ぐだけなんですよ。いやもうありがとうございます。こちら注いで、こちら注いで仕上げます。それでは行きます。せーの、はい、もう下手すな。行きます、せーの。お願いします。かぶり、楽しみながら、よーく混ぜて、飲んでください。お待たせしました。コーヒーです。ありがとうございます。まあ、そう焼き上げたブレンチトーストです。ぜひ香りも楽しんでください。はい。とっても暑いので、やけどしないように気をつけてください。以上でございます。はい、お待たせしました。ありがとうございます。ジャンネル、ジャンネル、ジャンネル。わあ、高いやん。え、唐揚げにソーセージが入るの？いやいや。たまには外食じゃなくて家もいいね。うわ、料理人かも。え？料理人や。超安かったと。なんか、フォーコケキョって言ってるとか水素水出てるから水素水が水素水らしい。そのままいく、トマト素材の味。え、ソーセージ見つかん。え、ご飯食べた。ちょっと難しい。トマト。これがいいな。なんかで仕事できへん。美味しい。さあなあ。
なんか盛り付け方が今どうしたらいいか。盛り付け方は盛り付け方いまいち。盛り付け方料理人を目指してるんだから。はいはいはい、これです。いや、美味しそうよ。美味しそう、別に美味しそうよ。冷やしとく、これ冷やしとく、これ、うん、あれ、つけたら冷やす。これは何それ、このレタスはなんと2玉で98円。超安い、美味しそうやし、しかもレタス美味しいね。しかもこの水素水につけたらさ、1回ね。あ、そうね、うん、ご飯炊かない。これも水素水だって使えんじゃない。いや、これはでもその米の研ぎ汁がめっちゃ取れんねんけど、うん、あんまり取れすぎたら旨味がなくなるから、うん、1回目だけ水素水して2回目からは普通の。へぇ、おいしそう。こだわりが好き。流れてしまうから旨味が。美味しそう。なんかおしゃれなカフェみたいに見えてきた。どう？うお、うまい。味は合格。なんか卵の風味めっちゃ感じてるし、うん、うん、さすがシェフ。白ご飯の方がいい？オムライスとかしやん。オムライスもするわ、できる。で、でもウインナー仕込んでたもんな。でも白ご飯の方が良ければ。いや、美味しいで、白ご飯も。まあ美味しいけど、でも、ウインナーどうしたの？え、うちサラダの上に乗せる。え、これだったらオムライスだ。オムライス大好き。ただ、野菜の彩りはなくなる。いいね、茶色いトマト大好き。オムライスは良くない。あ、そうやろ。このくらいできるかな。絶対いけるやろ。まだ。え、俺ウサギ？いや、いけるやろ。まだ食べるっしょ。まあ、唐揚げ食うしな。プラマネゼロにしていかない。うわ。わお。これはどこのやつですか？日清。日清ですね。うん、もう安心感。味見しますか。いや、これは味見した。これは味見した。おー、美味しそうだね。ウェイウェイウェイからの混ぜていく。違う、違う、いや、そう、はい、いた、あ、しょ、あ、しょ、ピザつけて、つけて、唐揚げも下味つけて寝かしてたみたいな。うん、うわ、でもこれにつけとけばよかったな。あ、そうなの、これも味なの。これが味やった。あ、じゃあつけとかなで、お肉柔らかくするのにお酒につけとく。うわお、料理に。うわぁ料理してないやつ一番うさい。あ、最高やな。ご飯、もうちょっと炊けんの？え、もう炊けた。炊けてんの？うん、ゆうゆうしてられるの、ちゃんと炊けてんの。わぁ、ちょっと焦げすぎて、なんだこっちゃのから。今なんか出てきたぞ。うわぁ、やっぱり料理は仕込みが大事なんですか？そうです。準備した。素晴らしい。わ、大丈夫？大丈夫。大丈夫？大丈夫。この決め台詞まだあんま。僕にできることはある？
はい、ない。じゃあ、あげていきます。お願いします。あ、本気だから言った。卵も買いね。うん、ケチャップ。あ、そうだそうだ、ケチャップ取りますか。ケチャップ、はい、はい。うわ、ポップコーンやった。卵までする。はい、これ卵4つ出して、はい、これこれこれもしてたったんですよ。師匠の邪魔にならないように。すいません、師匠の邪魔をしてしまって。で、次5つの。そうです。うおー、師匠の腕が。じゃあやってもらおう。やだやだ、いない。やるかな。うわー、すごい緊張が走る。ドキドキする。ご飯を。ご飯多い？ご飯多そう。まあまあいけるでしょ。つまる。あ、そういう問題でも。でかい。これ大きくなって多すぎ。まあまあまあ。ちょっとつまるけど。まあまあ、味一緒ですか。まあ、それでもうひっくり返すから。さらに。うん。いきます。すごい。餃子みたい。うわ、すごーい。いや、普通に綺麗。表面綺麗。表面綺麗。つるん。別に綺麗。いいやん。すごーい。さすがの。対応力です、師匠。ちょっと待って、今のところ取れてなかったやつ。え、俺がせっかく描いたやつ、今ついた。逆レッグや。嘘だろ。まあとりあえず、ね、俺がケチャップでケチャップアートしたけど、てんてんてんの賞キーッと綺麗にできたリサです。最悪やん。あ、いいです。まあまあいいです。で、料理しながら片付けしてる仕事できる料理人のリチャ、これも取れてなかった。めっちゃ美味しそうやな。ガチでもそうだ。いただきます。ありがとう、リサ。じゃあ俺いきなり唐揚げいっていい？うん。どう？うまい。本気でうまい。うん、さすが。うん、うまっ。シャクシャク、ハクハクやな。カリカリじゃあ、うまい。リサって書いてくれました。うん、うん、贅沢。久しぶり。贅沢やわ。オムライス、うん、なんか優しい。うん、大きなオムライス。これが結構唐揚げ味濃いからちょうどいい。確かになんかご飯美味しいな。うん、ご飯食べやんだろ。ん？けどご飯とかめったに食べやんの。いや、食べるよ。食べんの？あのほら、ばあちゃん家で、おかずもらいに行った時、いつもご飯めっちゃもらってるから。あ、うん。大抵。冷凍な。冷凍か。まあよく食べるから、冷凍はせんし、ラップで包んでもらって帰ってる。一杯分。うんうん。それを4つぐらい行って。うんうん。だいたい2日に1遍ぐらいは行ってるから、だからご飯毎日食べてるよ。俺ご飯好きやもん。食べへんとやばい。一人暮らししてるみたい。疑似体験。これが幸せってやつか。うん、料理もなんか二人でしたい。うん、さっきみたい、まあさっきみたいに言って俺。いや、担当。
早く帰ってきた方がやる。ああ、いいな。いや俺もでも料理嫌いじゃないから。どんなこと食べてるかって、こんな可愛いとかって、近すぎ。でも可愛い。確かになんか色味が綺麗でしょ。うん。何だったの？入ったけど。